やっほー、モアのカダです。K-POP 雑食オタクの小田です。本日は東京ガーデンシアターで行われたカウントダウン TV ライブライブにトゥモローバイトゥギャザーさんが出ていたので見てきました。感想を話していきたいと思います。はい。はい。あのね、だいぶ行く前に自分が想像してたのよりめっちゃ面白かった。うんうん、あー、よかったね。うん、全体的にすごい楽しかった。なんかあの、カウントダウン TV、やっぱあの、ちゃんとなんか進行とかもすごいしっかりしてるし、うん、出た人が、JO1 と、ファンキーモンキーベイビーズと、ウエストと、あと川崎鷹也さんが、トゥバの、うん、トゥバ以外で出たんだけど、うん、マジで全員すごく良かった。へ、そうので楽しかったです、うんうん、全然関係ないんだけどさ、うん、カウントダウン TV ってさ、私たちすごいさ、子供の頃一緒に見に行ったことない？ある中学生高校生かな、なんかさ、なんか、うん、深夜のイベントだったよね。そうオールナイトのイベントで、多分今思えばちょっと年齢アウトだった気がする、うん、わかるわかる。でもさ、そういうのなかったよね、別に聞かれたりしてないよね、うん、なんかね、多分、うん、そうチケットもらって、うん、そうこっそり入れたんだよね。あ、そういう感じだったっけ。うん、多分そう。そう、忘れちゃって。私はだからその小田さんと高校生、わかるわかる、超なんだ、うん、あれめっちゃ忘れられないんだよね、うん、あれ以来のカウントダウン TV だったと思うんですけどいやでも確かに生で見ることあんまないから。そうそうそう、だからすっごいあれ以来だなみたいな。いや、マジ子供だったあの時、うん、めっちゃ懐かしい。そうそうそう、それ以来のカウントダウン TV を見てきたんですけど、うん、ちなみにさ、昨日福岡公演があったので、はい、朝福岡から帰ってきたんだけど、はい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 、なんか私はさ、多分トゥバが乗った飛行機より30分ぐらい前に多分ホンダ飛行機に乗ったと思うんだけど。なるほど、うん、でさ、帰ってお昼寝したの。もうお昼より前、12時より前に落ち着いて、うんうん、昼寝して夕方から行ったんだけど、うん、なんかこの間もさ、トゥバさんはリハとかしたんだよなと思って、うん、私が昼寝してる間に確かにマジで忙しいなってちょっと思いながら、実感しながら行ったんですけど、うんうん、ちなみに東京ガーデンシアターは初めて行ったけど、うん、とても小さくて、うん、キャパが8000人って言ってたんだけど、私はアリーナのもうめっちゃ後ろだったの、うんうんうん、だけどアリーナが本当に全然大きくなくて、おアリーナ自体が、うん、もう本当に後ろから数えた方が早い、後ろから数列って感じの席だったんだけど、うん、自分が想像してたり思ったより全然見えたから、うんうんうん、よかった。でも、まあ、上から見た方が見やすいだなと思いながらまあでも想像してたよりは、うん、あのだいぶ見やすかったし、まあ、ちょっと後ろの方だったっていうのもあって、みんなが結構自分の推しじゃない時は立たない人とかも結構いたから、そういう意味であの結構思ったより全然見れて、うんうん、ちなみに JO1 とウエストとトゥバの、うん、まあ、ファンが多いかなと思ったんだけど、はいはい、私はなんとなくその3つみんな同じぐらいかな、ファンの数が、でちょっと思いました。ウエストがちょっと多いかなぐらい。へえ、うん、そうそうそう。なんかね、始まる前に、うん、と急に画面が映ってスクリーンが、うんうん、ウエストの人とウエストの中の一人の人と、うん、JO1 の多分与那城くんと、うん、ファンキーモンキーベイビーズの人と一人と
スビンの4人が急にあの画面に映し出されて、うん、なんかもうすぐ始まるよみたいな、始まりますねみたいな、あったの、うん、あのわーとか言い過ぎて何しゃんとか一個思ってたけど、多分注意事項とか言ってたんだっけな、忘れちゃったんだけど内容は。その時すごいスビンの歓声が大きかったの、はい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 、だからもう多いのかなって思ったら、うん、意外とでも始まったら本当ちょうど3チーム同じぐらいかな、ウッドが多いかなぐらいだった、うんうん、はい、そんな感じでちょっと、まあ、K-POP 以外の方も出る合同コンに久々に行ったので、確かに、うんうん、そういう意味でも楽しかったんですけど、うん、まず一番最初になんかオープニングメドレーって言ってになって、うん、JO1 トゥバーファンキーモンキーベイビーズベストってみんなそれぞれ1曲ずつ歌ったんだけど、うん、JO1 は普通に確かステージに出てきて歌い出したの、うん、そしたら次トゥバがあの地面にいる客席の地面にいるところが映し出されて、うん、みたいな客降りから始まる感じだったの、最初から、そう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 、ね、でね、その時君じゃない誰かの愛し方歌ってて、私めっちゃこの歌好きで久々に聴けたからすっごい嬉しかったんだけど、アリーナどこにいるかが自分の席から見えなくて、そうかそうか、うん、でも画面的にはアリーナにいるから、え、どこどことかやりすぎて全然聞けなかったっていう、あ、でも分かる、あるよね、そういうの、そう、しかも全然近くにないっていう、あるよね、そう、え、とかやってて全然聞けなくて、せっかくリング立ってくれたのに、うん、全然聞こえなくて、しかも全然近くにいなくて、うん、次のファンキーモンキーベイビーズがすごい近くに来てくれた。マジ。ファンキーモンキーベイビーズの客降りの場所だった。私の近くは。あ、おかしかった。そう、そんな感じでちょっと あわあわしてオープニングメドレーが終わっちゃったんだけど。うん、そう。で、さあでも、うん、東京ガーデンシアターって、うん、初めて行ったんだけど。うん、昨日までペーペードーム、まあ、ペーペードームがっていうかちょっとドームツアーを聞いてたからかもしれないけど、めちゃくちゃ音が良くて、なるほどね、そう、それもあって最高だったの、はいはいはい、でなんかその後なんかベスト3ライブって言って、それぞれのチームが3位の歌、2位の歌、1位の歌って全員歌ってくんだけど、最初トゥバがきっとずっと歌ったの、うんうんうん、そっからめちゃめちゃ音が良くて、なんかいつもさコンサートで聞いてたけど、うん、この曲ってすごいさテヒョンがハモってくるんだけど、うんうんうん、それがもうめっちゃクリアに聞こえて、今までも生で聞いてたんだけど、全然違くて、はいはい、マジで音質がめちゃくちゃ綺麗で、でもめちゃくちゃそれが嬉しかった、うん、なあ、そっか、よかったね、そうそうそう、びっくりしちゃった。音質いいとこんなに違うんだと思って、うん、で完全にさ生歌だったけどすっごく上手だった、うん、でね、なんかこのあとみんな生歌なので、みんなすんごい上手なの、あ、で音も良かったから、多分それですごい楽しかったんだと思うんだけど、でさ JO1 はまあなんとなく知ってたりするし、他の合同コンで見たことあったんだけど、うんうん、ウエストが私なんか全然分かってなくて、そうだよね、うん、そうそうそう、だけど歌い出すとめちゃくちゃ歌うまくて、しかももう10周年なんだね、私はちょっと知らなかったんだけど、そうだね、そう、うんうん、だからすごくパフォーマンスもなんか成熟しててすごい上手だった、びっくりしちゃった、へ、うん、本当に上手だった、よかったわ。でその後名曲ライブっていうので、うん、川崎鷹也さんがファーストラブ歌ってくれて、うわ、うん、これもすごく良かったんだけど、うん、その後ですよ、まさかのテヒョンが一人で出てきて、あーみたいな、なんかあのちょっとあのなんていうかな、
いつもニコニコじゃなくて、うんうん、少しあの大人っぽいというか感じの雰囲気を出しながら、はい、バックナンバーさんのハッピーエンドっていう曲を歌いました。最高、上手だったし、いい曲だった、うん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 、なんか私バックナンバーの曲他の曲だったら分かる気がするんだけどな、ちょっとこの曲また分かんなくてもったいなと思いながら聞いたわうんうんうん、いやでもあね、これを機に、うんうん、これを機に勉強するします。いやめっちゃ上手だったし、もう何度も何度も言ってるけどマジで音質がいいから、このトゥヒョンの生歌をこの音質で堪能できるのマジでありがたいと思って。そうだよね、うん、すっごい良かったし、なんか忙しかったのに これも練習してたんだと思って。そうか、確かに、うん、そう。でもなんかトゥヒョンさ、まあ最近結構いろんなコラボっていうか音楽番組で歌ったったりとかっていうのがすごい多いから、うんうんうん、すごい一人で出てきても、うん、安心感があるというか、その見てるのがモアだけじゃないじゃん、うんうん、あ確かに、うん、そうそう、ドームとかで歌うときはもう全然さ、うんうん、モアしかいないけど、うんうん、でも今回みたいにモアだけじゃない状況でもなんかテヒョンが出てきたら、うん、なんかそのなんか安心というか、すごい、そう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 だなと思ってすごい嬉しかったしめっちゃ良かったです。うわ、うん、ちょっと本当あのテヒョンが歌った J-POP さいろいろあってさ、うんうんうん、あのまた新しいコレクションが1曲増えて嬉しい。確かにテヒョンバージョンが本当だよね、うん、でその次がベスト3ライブの2位だったんだけど、うんうんうん、これもみんなすごく上手で、で Tomorrow by Together さんは I'll see you there tomorrow ネイレスキダリルケをやったんだけど、はいはいはい、あの、うん、きっとずっとの方は、うん、掛け声がないから、うん、こうなんか乗ってたんだけど、来た来た、とうとう掛け声の曲来たよと思って、もう肩ブンブン回して、今日はこのために来てますからと思って、そうだよね。うん、すごい頑張ったし、近くにいたモアさんがすごい大きい声で掛け声してくれたから、それに合わせて私も一緒に掛け声できたので、すごい嬉しかったし、うん、うん、なんかどうだろう。配信で見たりとかしたらどういう感じかちょっとまだ見てないから分かんないんだけど、うんうんうん、聞こえてたらいいなと思ってるし、なんか他の方もびっくりしてたらいいなって思ってるんだけどどうだったかな。あ、そっか、確かにね。そうで、その後もう一回川崎高也さんのコーナーになったんだけど、うん、川崎高也さんって魔法の絨毯聞いて、あ、この歌の人かって分かったわ、うんうんうん、すっごい上手だった。あの、いや、そうそう、なんかさ、あのアイドルの上手とかちょっと通り越しちゃってるから、本当にそう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 。でさ、そう思ったら歌手の人、シンガーソングライターの人の歌さ、しっかり聞くのなんかすごい久々だったから。ああ、でもそうだよね、生でね、他の、そう、うん、あんまりコンサートさ、結局本当 K-POP のコンサートしか行ってないから普段、うん、すんごいなんかジーンときちゃった。めちゃくちゃ良かった、めっちゃ上手だった。この歌しかもいいわ、この歌してたの魔法の絨毯は、うん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 、めっちゃ良かった。あとね、その後が JO1 の新曲をやって、でもやっぱ JO1 もさ、確かに私あんまり曲いろいろ知らないんだけど、うん、でも良かったわ JO1、 まあ、いいよね、うん、JO1 いいよね、うん、私はあの佐藤圭吾くんばっか見てたけど、佐藤圭吾くんと、あ、と忘れちゃった、ダメだ、佐藤圭吾くんばっか見てたかっこよかったし、ファンも多かった、すごく。あ、私河野純喜くん、あ、ねえねえ、私も今出てこなかったの河野純喜くんだわやっぱ河野純喜くんパフォーマンスすごい、はい、え、そうだよね、うんうんうん、めっちゃいい、うん、その2人ばっか追っちゃった、うんうんうん、めっちゃ良かった。でその後がそれぞれのチームの第1位
をやって、うん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 、そうウエストの A じゃないかとか、翼さんは一つの誓いね。わあ。そう、まあこれもすごく掛け声頑張ってやったし、うんうんうん、一つの誓いはがやっぱ メインだからさ今。うん、うん。受けてよかったかな。でもさ、やっぱり他のチームの曲をあんまり知らなかったりするんだけど。うん、なんかなんだかんだ言ってファンキーモンキーベイビーズの歌が一番知ってるかもしれないと思ってあのちっぽけな勇気とかあと一つとかそうだ、ね、そうなんか知ってるわと思って安心感ある安心感あったそう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 でその後になんかウエストが、はい、生バンドでフェス企画っていうので4曲ぐらいやったんだけど、でさそのバンドセットを組む間に時間が空いてるからって言って、うん、またね、うん、川崎隆也さんがなんかうん、皆さんのお題に合わせて即興で曲作りますって言い出して、うん、3曲それやってくるんだけどなんかもうちょっと才能がすごくて才能がすごいのになんかそういう感じですごくあのなんていうのかな面白いし、うん、なんかじゃあ僕がつなぎますねみたいな感じでさ、うん、なんかいろいろやってくれるし、え歌も上手なのにキャラもすごいいい人そうで、うん、なんか川崎隆也さんもすごいファンになっちゃうと思ってマジで本当にいろんなとこに駆られそうになるからマジで合同コン危ないな合同コンマジで危ないでしかもその後のウエストのパフォーマンスもめちゃくちゃ良くて、そうなんだ。いや私ウエストのファンの方って楽しいだろうなと思った。うん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 、てかね歌めっちゃうまいの全員、うんうんうん、私のジャニーズのイメージを完全に覆した感じだった。すごかった。だから前他の合同コンで、うん、ダイスに駆られそうになって、はい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 、今回ウエストに駆られそうになったけど、今後この2組がどっかの合同コンとかで被ったらめっちゃ喜ぶだろうなと思った。あー確かに。このカウントダウン TV ライブライブも3日間あって1日目にダイスが出てたの。あそうなんだ。そうなんかその時にあつばた被ってたら超嬉しかったのにって思ったんだけど、うんうんうん、そういう感じでちょっと今後ねウエストさんもね断れば見たいねって思った、うんうん、すごいよかった。ね、なんかウエストって M ステとかで K-POP アイドルと出演が被るとめっちゃ助けてくれるイメージある、うん、あそうなんだ、うん、いやなんかスキズとかも多分そうそうなんだ、うん、いやなんかそうそうそれがこの後の話にもつながるんだけど、うん、ここでなんか本編が終わって最後 おかわりライブっていうのでアンコールだったの。うん、もしそのアンコール全員出てる状態で一組が一曲ずつ前に歌うみたいな感じだったの、で後ろにいるわけよ。でツバンももちろんいて、で最初 JO1 が歌ってくれてその時もさ後ろにいて全員、うん、やばそう、ツバンもなんか乗ってて後ろで、可愛くてそれが、もうなんかおかわりライブ中はずっとそれをね見るっていうめっちゃ贅沢な時間だったんだけど、うん、なんかあの頑張って乗ってる感じ、そうめっちゃ可愛くて、で JO1 が歌った後に、うん、まあ、ツバがメインで歌うか真ん中に来て歌って、うん、その後とかからそのなんかねツバの立ち位置がもともと一番右側だったの、うん、順番的になんか立ち位置が来ましたっぽくて、うん、で一番右側の端っこにいたんだけど、その後にファンキーモンキーベイビーズとかなった時にそのウエストの人とかがあの真ん中に行きなよってこうツバンさん真ん中に行かしてくれたりとか、うんうんうん、多分ウエストの時とかは JO1 の人とかももっと前に行きなよみたいな感じでやってくれて、マジでね他のチームの日本人の方々がこう、うん、トゥバに優しくしてくれて、なんかそれになんかペコペコしながらなんか遠慮がちに真ん中にいたり前に来たりするトゥバを見て、たまんないと思って見てためっちゃあのよかった。特にウエストの人が先に最初に真ん中に出てやってくれた。でもなんか
そういうイメージあるわ、ウエストって。うん、いや本当にすごい、うん、なんか最後も MC の方々がなんか皆さんありがとうございます、アーティストの皆さんありがとうございましたみたいな感じのことを言った後に、うん、ウエストの誰かがなんか MC のさお三方もなんて分かんないけど、MC の方々もお疲れ様でしたみたいな、ありがとうございましたって言ったの、すごいなと思って。すごい。その後さ、ファンキーモンキーベイビーズの時とか、その後もウエストがもう一回ええじゃないか歌った時とかもすごい盛り上げ上手な感じでさ、うん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 、だからさ、この間なんだっけ、スノーマンとエナイプンが一緒に番組出たじゃん、うんうん、なんかあれも見て思ったし、今回も思ったけど、やっぱジャニーズの人ほんとさ、場をさ盛り上げたり周りの人の気遣いとかがすごいできるから、うん、マジでいてくれると本当に助かるというか嬉しいというか、うん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 、めちゃくちゃ大事だなと思った。ほんとそう思う。素晴らしいよね。素晴らしいよねそう、まあ別にさ、それやんなくてもいいんだけど、いてくれたら本当に、うん、あのありがたいなってめっちゃ思った、うん、最近なんかすごい、なんか K-POP チャンネルなのにあれだけどジャニーズの人ってすごいなみたいな、そう感じをねすごい実感してる。うん、そう。でも本当にこのね、おかわりライブの時が可愛くてさ、なんか諏訪さんがさ、多分ほとんど曲知らないのにさ、なんかこうあのしなんかなんとなく乗って頑張って乗ったりさ、あの私もさ、ちょっと他のアーティストの曲とか知らない曲とかちょこちょこあったりするじゃん、うんうんうん、だけどなんか合同コンの時って多分なんか誰も見てないと思うけど、一応さペンライト持ってるからモアだってわかるじゃん、うん、はいはい。だからなんか私は合同コンの時すごくなんていうのかな、うん、推しが礼儀がなってるのに、うん、ファンの態度が悪いなって思われたくないじゃん。めっちゃわかる。そう、推しの顔に泥を塗りたくないから、うん、この合同コンチもずっと楽しく乗ってるのよ。わ、うん、かるわかる。嘘はないんだけど、一応そのなんつうの、わかってわかんない曲とかもあるけど、なんか一生懸命乗ってるの。うん、うん、うんうん。おかわりライブのつばがさっきの自分を見てるようで、なんか知らない曲でもなんか頑張って乗ってる感じが。かわいい。めちゃくちゃ可愛かったよ。なんかファンキーモンキーベイビーズがさ、ちっぽけな勇気歌ってるから、うんうんうん、なんか最後とかなんか皆さん拳上げてみたいな、なんかそういう雰囲気の時とかも一応後ろで拳上げてんだけど、はい、多分あんま分かってないだろうなと思ってそう、やっぱさ有名だから他の人はみんな知ってんじゃん、 JO1 の人そうだよ、ね、そう聞いたことある曲だから、うん、ちょっと5人だけあんま分かんないけど、うん、それはあんまり悟られないようにかわいく乗っててすごい、あの分かるよ、さっきそういう気持ちだった私、うん、と思ってそう面白かったから、ちょっとマジでおかわりライブ中は本当になんかもうニヤニヤというかニコニコしながら見てた、可愛くて、っていう感じで結構なんか異色なメンバーの中に諏訪が入ったかなと思いきや、うんうん、あのみんなに優しくしてもらうっていうのを見てすごいねえ面白かった。ええじゃないか、ええじゃないかの後ろでなんか諏訪がどこまで分かってるかな関西弁って思いながら、でもいっぱい勉強したからね関西弁も。そうだよそうだよ、知ってるはず。そうそうそう、そういうのとかあって、なんかあー諏訪さんが日本の音楽番組に最近揉まれてるなっていうのを確かに見て、あの嬉しくもあり可愛いくもあって、うんうんうん、そうそう、それを見れてすごい嬉しかったです、うん、はい。そんな感じで本当に出た人がみんな良かったし、うん、あの出た人の知らない曲もパフォーマンスすごい楽しめる感じだったから、うん、どれぐらいだろう、3時間弱ぐらいだったけど、お、まあ、どん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 曲が始まっていく感じだったし、次誰が出るか毎回分かんないだから、うんうん、本当ねいい意味で飽きるタイミングなく、うん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 、最後まで楽しかったし、結構会場全体的にすごく盛り上がってるように見えました。
楽しかったです。あの見に行けてラッキーだった。うん、うん、飛行機変更したかや飛行機変更してこれにかかったお金がすごく高かったけどでもちょっとまあそのそうちょ本当はちょっとだけここまでお金かけて行くだったかなってちょっとだけ思ってた部分あったんだけど、うん、全然行くまではね、うん、行くまで、うん、全然その会があったあったあった本当に、よかった、ゲット当たってラッキーだったなと思いました。もうイルカツはこれで一段落なのかな。テレビそうそうそうおっしゃる通りですね。今んとこもうこれ以降は決まってないので、あなるほど、うん、また過ごす夏は一旦一段落なのかなと思って、うん、まあ最後にだから参加できてラッキーだったし、確かに確かに、うん、まあ、福岡からこのカウントダウン TV まで本当に贅沢な3連休を過ごしたなと思って、うん、確かにずっと一緒にいるじゃんそう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 、マジでラッキーだったな、本当に楽しかったなと思って。いやすごいことだよ本当、うん、でもやっぱ楽しかった時は疲れがあんまりなくて元気なんだよね。そうなので良い3連休でした。いいな、うん、はい、最高でした。はい、そんな感じでちょっと配信で見られた方も現場に行かれた方も皆様、うん、お疲れ様でした。現場からの感想は以上でございます、うん、はい、はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、またね。